ベリーエフ BE-6BE-6KF のウクライナ国立航空博物館の展示機 BE-6 はソ連のベリーエフ設計局で1940年代後半に開発された多用途飛行艇である。DOD が割り当てたコードネームはタイプ34。北大西洋条約機構は識別の容易化のために BE-6 に対し マッチというナト o コードネームを付けた。機体は全金属製でガル翼になった主翼と2枚の垂直尾翼が大きな特徴となっていた。大割力の星型エンジン2機と大量の燃料を搭載し 5000km に迫る長大な航続距離を誇った。主な任務は対戦紹介任務や爆撃、または来撃による耐水上艦艇攻撃などの長距離洋上紹介。 偵察任務、機雷不設任務、輸送任務であった。後継機の登場後は、哨戒機としての任務を降り、もっぱら輸送機として軍用のみならず、北極圏を中心に民間でも使用された。1960年代末までに BE-12 に交代するなどして前期が退役した。b e 6 3 m e m 中国人民。 解放軍海軍の BE-6 北京郊外の中華人民共和国人民解放空軍航空博物館の展示機プリール普及 -69886-2005 ありがとうございます。